ーピー当たりくじ3人で6回勝負だ。お姉ちゃんです。妹です。天の声です。今日はスヌーピーの当たりくじでございます、うん、なんか久しぶり、うん、今回もかわいいかわいいラインナップ紹介いたします。はい、1番折りたたみマット。うん、これ欲しないの。いや、どうやって折りたたみマットやで。いや、あ、欲しかったんですよ、うん、あの布団の下に敷くようやと思ってね。これ画像を見たらかなり細い、うん、細いよね、うん、でもこれ3段重ねて椅子にもできるね。でも椅子3段重ねて椅子にしたらもたれるとこない。もう贅沢もんだね。これどうやって使うもんなんやろね。ほんまに3通り使えますって書いてんねんけど、うん、3通りなの、うん、だってこれさあ、背もたれになんねんや。やっぱりなるけど、多分壁にいてないと。あ、うん、そういうことやわな、うん、倒れる、ね、単独では立たへんもんな。多分そうやな、うん、いや、これちょっと難しい、うん、使い勝手が、うん、まあ、当たったら嬉しいけど、うん、嬉しい。2番 LED ランタン、うん、あのね、私たちあのアウトドア派ではないんですよ。そうそう、なのでね、ランタンはちょっとどうしていいかわからん。わからんな、もうすでに 2,3 個あるしね。そうやね。ある寝る寝られへんか消すけどね。消けないけどね。ステンレスマグ、私これあってもいいかな。あ、そうなんだ、マグは可愛いよ、うん、うん、可愛い、こういうの好き。今の季節やしさ、ちょっとなんか氷入れて、そう、はいはいはい、ちょっと長持ちするっていう、はいはい、4番から6番指人形、まあそういう年ではないよね。7番8番収納バッグ、うんうん、まあこれはまあまあ、うんうん、あの旅行行くときいいよね。いいよね、多分ね、うん、そんなサイズ、それあれかな、パソコンとか貼るようなサイズなんかな。いや、私なんか見た目、お風呂行くサイズのような気するけど、ああ、ちょっと大きさがちょっとまだ地図済みな、分からへんね、うん、そうそうそう、分からんね、はい、9番、10番フラプレートセット、まあ、これは絶対言いません、言いませんね。子供はいいかもしれんよね。そう、落としても割れへんから。そう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 、そしてスヌーピーの柄やから、うん、かわいいよね、やっぱりいいかもしれん、うん、はい、11番ハンギングポーチ、これ完全に旅行用ですよね。そうやな、これメイクとか入れたりできるってこと。うん、そうそう、いいよねこれ、あの無印の持ってるけど、ああスヌーピー柄かわいい、かわいいね、色もかわいい、ピンク、うん、12番陶磁器保存容器、はい、来ましたね、はい、これです、私の求めているもの。分かってますよ、はい、あのでも開けたら落ちてくるぐらいいっぱいあんのに、はい、なんで知ってる。タッパ落ちてくる。でもこの陶磁器は絶対、あ、これ頭の上落ちてきたら痛いけど、ね、これ割れるしな。でも私これ一番欲しいな、一押し、はい、できれば2個ぐらい欲しい。あ、はい、13番シートクッション、うん、これこそどうした、まあ、これでも子供のお尻にちょうどいっちゃう。なんで、なんで引かなあかんの。感染とかするのにいいのかな、あの、スポーツ感染とか。あ、なるほどね、うん、そういうのか。でも車のシートでもいいんじゃん。あ、車のシートに引いたの、うん、何のために。え、よく車のシートクッション売ってるやん。私キティちゃんつけてるけど。へえ、そうなんや。だからいいと思うよ。へえ、はい。ラストスペシャルショーバッグ、うん、これこれなんかな。なあ、これやったらそう、そう、これあの買い物カゴにぴったりサイズってやつ。そうそうそう、うん、まあ、ここは書いてないけどね、うん、手に入るのであれば使いたいですけど、うん、まあ、ラストスペシャル賞まで狙うことはないよね、うん、だからまあ私はステンレスマグ、できればペアで。私が欲しいのは陶磁器保存、あ、陶磁器保存容器です、うんうんうん、はい、妹は悩んでます。でもいいかな。出た。いや、スヌーピー好きやけど、うん、結構なんか今まで
ボールとかさ、うん、タッパーみたいなやつとかもあんねんけど、うん、ちょっと今回私が使えそうなやつあんまりないねんな。確かにそれはもうちょっとラインナップがね、そうやな、そうちょっと難しいよね今回、うん、そう、うん、なんか収納バッグにハンティングポーチのようにたもんばっかりが出てるし、だから私も自分が使うのであればやっぱりステンレスマグかな、うんうん、まあ2個引くから1個じゃん。保冷バッグはいくらあってもいいから、これ実用性があるもの、うんうん、ああラストスペシャルショー、それは大丈夫、まあ、保冷かどうかは知らない、うん、保冷バッグやろラストスペシャルショーは、うんうんうん、ステンレスマグで、はい、マグで無理やり決めステンレスマグで投げやりや。実はこの日私たちちょっと3人で遠征してるんですよ、うんうん、そう、あのまた後日の10日でどこに行ったかは遠征してるのにやっぱりパソコン持っていかなかった。だからこれどこで行けるか分かんないね、分からんね、うん、まあ途中下車はせんやろうからしないね、うん、だからまああの有意義に、はい、まあ、楽しんで、そうそう、また動画をその時の動画も、はい、上げたいと思います。そうですね、うん、はい、では行ってきます。じゃあ全員でどっかいね、うん、な2回、はい、2回ずつ、これでこれと、これ今取れてたかな、これなんか入ってんのかな、はい、お願いします。この音、これと、はい、うん、じゃあよろしく妹からね、はい、うんうんうん、いいやんポーチね、はい、お姉ちゃん、うん、はい、収納バッグ、はいはいはい、まあいいやん。え、どうした両方、これ私はプレート最後、あ、シートクッション、帰ってきました、帰ってきました、ただいま、こんなことある。っていうかこんなことあるっていう、いうのは、はい、私やな。あ、なぜに。もう一番、はい、食いつきの悪かったやつを引いてるようになったと。っていうか私が、うん、陶磁器保存容器が、うん、欲しかったんですよ。そう、そう、1個でも2個でもって言ってたよね。そう、そう。で、ステンレスマグを私と、天の声と、妹が欲しいって言ってて、私2個取るから1個あげるわって言って。言ったよね。うん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 。どこにあるそれ。そう、そこのお店結構、まあ、まんべんなく残ってたよね。うん。ここあの、上位賞も残ってた。マスコットは2つしかなかったけど。うん、あの、マスコットというか指人形、うん。うん。あの、ステンレスマグと、陶磁器、まあまあ残ってたよね。残ってた。ステンレスマグ4つやったけど、4本残っとったもんね。うん、なぜ陶磁器なんか1個しか引かれてなかった。やっぱーやな、ほんまに。うん、私と妹はね、うん、同じもの引いたんです。そうやん。そう、最初に、これ2つ、あんだけ種類あって同じ番号を引くって思ったもん。ピンクで可愛いけど。可愛いけど。で、妹に何してんのよって心の声が、うん、あったよね、2人ともね。そう、うん。で、その後に私がまたね。そう。同じもの。色違いやけど。そう。色違いやけど、同じもの。2つ引きました。可愛いやけど、可愛いよ。ほんで、あ、ほんなそう来たんやったら、私も同じものをマグ、立つかなって、ちょっと心で思いました。はい、はい、はい。そしたら、はい、このプラスチックの。プラスチック。いやー、思ったよ。思ったより大きかったね、このプラスチック。思った、うん、大きかった。うん。あの、2枚セットでした。そう。そう。柄は可愛いね。ブルーとピンクね。2枚セットね。ちょっと思ってなかった。うんうん、そしてこの一番謎のどう使えばいいか。びっくりした。私さ、車のシートにとか言ってたやんか。うん、お尻入りませんけど。もう、だってほんまに子供やと思えへん、これ。子供か、あの、ちょっと、スポーツ観戦用やと思う、ね。うん、ちょっとそれだけ用やな。うん。あとはキャンプの時にちょっと引くぐらい。うん。うん。で、ちょっとね、妹がね、家の椅子が硬い言うてるんですよ。うん。お食事する時の椅子がね。そうそうそう。まあ、円形ですけどね。ここにちっちゃいからこれでちょうどいいや。円形の上にこれを置くと。うん。
そう、もうそれで使って。うん、わかりました、まあ、これちょっとどんな感じか開けてみようか。そうやね、うん、かわいいからさ。かわいいよね。でも無印と同じぐらいの大きさと思ってたからちょっと小さいような気はするかな、うんうん、はいはい。でもかわいい、うん、感じ。あ、やっぱりかわいい。あ、そうそうそう、こういうことね。いいやん。そうそう、ここで引っ掛けて、うんうんうん、あ、引っ掛けてね。そう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 、うん、こうやって置いとくんだ。なんかメイクポーチとかも入れれるって感じやね、うん、メイクポーチを入れる。メイク道具。はいはい、結構マチもあるし、うん、そうやね、うん、あ、でもほんまこれ旅行用っぽいよね。そうやな、うんうんうん、いいよいいよ、かわいい、それ、うん、それかわいい、はい、うん、こちらとこれ、このね、収納バッグね、収納バッグね、うん、お風呂行く用ちゃうっていうことですね、うんうん、ちょっと開けてみましょうか。そうやな、収納バッグは、うん、開けております。ちなみに、イエローの方は、うん、表がこれで、うん、裏がこんな感じね、うんうんうん、裏もちゃんと柄があるんです、うん、はい、うん、これも、うん、やっぱお風呂やな。一瞬パソコンとか入るかなと思ったけど、ちょっと小さかった。あの、で、保護するようなものではなく、ペラペラの。あ、でも思ってるよりこれ。マチがある。うん。まあまあ入りそう。だからもうお風呂のタオルとかも。そういう風に開くんや。うん。うん。タオルとか下着とか入れても持っていけるんじゃん。お風呂に。私はほら、本当にお風呂にシャンプーとかリンスとかね。持っていく感じかと思ってた。上だけ開くと思った。うん。あ、こっちね。こっち開かなくて。後ろが開くんや。そう。だからなんかほんまに服とか。あ、そういうこと。そんな感じやね。ああ。後ろの柄は？あ、そっちが表かな。こっちで。あ、そうそうそう。かわいい。なるほど。うん。かわいい。え？こっちが開くんや。あ、そうかそうか、うん、下だけ、そこは開けへんやん、うん、開かない、へぇ、開くタイプやね、うん、なるほど、あんまり重いもも入れられへんね、ここ、そうやね、網やからね、うんうん、だから濡れたりしたときに中で髪臭くならないようにタオル入れたんだ、なるほど、まあでもまだ2種類当たったからさ、はい、うん、そう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 、うん、オラフかわいい。かわいいね、オラフ好きです。もうイラストがさ、全部かわいいよね。かわいいよ。うん。全然かわいい。この色がさ、うん、なんかピンクって言っても優しいピンクだし、うんうん、こっちもちょっとくすんだブルー。そう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 。で、表より大きかったから。そう、これはね。2枚セットでこの2種類ね。なあ、うん、この2種類。これが柄がこう、うん、この柄と一緒か。そうやね。キャンプとか行くので、うん、焼きそばとか食べる、ね。ああ、はいはい、美味しそう。いいよね、うん。キャンプ行かないでしょ。うん、インド派なんで。想像の中でキャンプ行ってるとしたら焼きそばやな。焼きそばをこれに座って食べる。食べる。なるほど。ランタン欲しかったね。そうなると。でも想像の中やからランタンもつけへんやうん、まあ、そうやね、うん、まあ今日のところはこんな感じ、残念、そう、ちょっと移動中だったのでお店を探すのに必死でね、そう、遠征に来てます、はい、はい、どこかちょっと今は言えませんが、はい、その市に来てんねんね、うん、その市で開催店舗、うん、1店舗でした、うん、1店舗でした、まあまあ山奥に来てます今回は、はい、そう、今回はな、はい、ものすごい霧の中を走ってきたよね。走ってきたよね。うん、大雨でね。そうそうそう。はい。明日はちょっと晴れてくれたら、晴れるっていうか、ね、うん、まあ、曇りらしい。曇りでね、うんうん、雨もなかったらいいなとは思うんですけど、はい、またその模様は、はい、次の動画ぐらいになりますんで、はい、はい、お楽しみに。では、はい、はい、またね。バイバーイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしく！